本ウェビナーでは、弊社の最新技術が結集したシングルセルオームユニット SU10 とシングルセルオームシステム SS2000 を実際にご使用いただいた4名の先生方に研究の概要をご紹介いたします。ご紹介いただきます。ウェビナーに先立ちまして、弊社大富事業本部長である中尾からご挨拶させていただきます。中尾本部長、どうぞよろしくお願いいたします。はい。あ、聞こえておりますか？聞こえております。はい。ああ、ありがとうございました。皆さん、こんにちは。ヨーカ電機の長尾でございます。本日はお忙しい中、一細胞テクニカルウェビナーにご参加いただき、誠にありがとうございます。また、本日のご講演に対しまして、ご快諾いただきました、松崎先生、水野先生、岡田先生、篠田先生、ご多忙のところをご協力を賜り、心より感謝申し上げます。弊社は、1915年の創立以降、グループ会社とともに、これまで、使ってまいりました計測、制御、情報の技術を活用し、事業を通じて、社会課題の解決に貢献する、この実現に向けて、2021年度よりですね、エネルギー&サステナビリティ、マテリアル、そして私どもライフ、この3つのセグメントで事業を展開しております。私どもライフ事業におきましては、すべての人の豊かな生活、ウェルビーイングに貢献することを目指し、弊社の強みを生かせるライフサイエンス、医薬食品、バイオ、および水の領域における研究から開発、生産、物流というまで、すなわちバリューチェーン全体におけるですね、生産性向上の実現を目指しております。そして私たちの強みであります、測る、見る、つなぐ。これらを通じて、世界に先駆け、バイオインダストリアルオートノミー、我々 BIA というふうに呼んでおりますが、こちらを実現するというビジョンを掲げ、人々がですね、笑顔で暮らせる社会の発展に貢献してまいりたいと考えております。ライフサイエンス領域におきましては、全世界で4000台ほどの販売実績があります、スピニングディスク方式、狭小点スキャナユニット、CSU、こちらをコア技術としまして、ライブセルイメージング、創薬研究のデファクトスタンダードとして、最先端の研究をですね、支えているというふうに考えております。そして、これらをですね、これら細胞をイメージングするというこの技術に加えて、新たに1細胞レベルで細胞を操作する技術を開発し、2021年に自動ナノデリバリー、および自動ナノサンプリングを実現します SU10。2022年に狭小点イメージングサイトメーターをベースにした細胞内サンプリングシステム SS2000、こちらをリリースしました。これまでにない画期的な技術で、従来の手法では難しかった研究を実現可能にし、多くの研究者の皆様にお役立ていただける製品であると確信をしております。本日ご講演いただきます先生方には、SS2000、SU10 を用いて、様々な研究成果を出していただいております。そして、研究者の皆様に実際にお使いいただくことで、私たちだけで思いつかないような、さらなる価値を見出していただいております。今回のウェビナーを通じてですね、多くの研究者の皆様に、弊社の一細胞製品、SU10、SS2000 をですね、知っていただいて、ご購入の検討に向けたきっかけになりましたら、幸いでございます。簡単でございますが、私からご挨拶させていただきます。どうぞよろしくお願い申します。はい。お返しします。中尾本部長、ありがとうございました。続きまして、各製品の概要について、ライフ事業本部、井原田より簡単にご紹介させていただきます。はい。改めまして、私、横川電機株式会社、ライフ事業本部の井原田と申します。本日は、弊社が、開発しております、シングルセルオーム製品について、簡単にご紹介をさせていただきます。まず一つ目が、細胞内サンプリングシステム、SS2000 でございます。外観はこのようになっておりまして、この中に、狭小点顕微鏡や、カメラ、インキュベーターが内蔵された、一体型のシステムとなっております。ここに ガラスチップを用いまして、狭小点顕微鏡でライブセルイメージングをしながら、細胞内成分ですとか、一細胞を全自動でサンプリングすると、そういった製品でございます。
こちらですね、実際に培養中の細胞から細胞内成分や一細胞を丸ごとサンプリングした際の動画でございます。こちら、左側ですね、細胞内顆粒を蛍光標識をした細胞からですね、この矢印で示している位置の顆粒を狙って吸引をしております。こちらですね、吸引することによって顆粒が画面から見えなくなっていく様子がご覧いただけるかと思います。一方、こちら右側ですね、こちら矢印で示している位置の細胞1個丸ごとピッキングをしております。こちら今黒く見えているのがですね、吸引するためのガラスチップの影が見えているという状態でございます。このようにですね、吸引中の動画や吸引前後の細胞の画像が記録されますので、実際に採取したサンプルと後解析の結果というものを照らし合わせることが可能でございます。このようにですね、SS2000 は狭小点顕微鏡による高精細画像と XYZ 軸の高精度の位置決めによりまして、簡単操作で再現性の高いサンプリングを実現いたします。そして、これらの技術によりまして、この細胞の位置情報や形態情報といった空間情報を保持したまま、細胞内成分や一細胞を全自動でサンプリングすることを可能にしております。そしてさらにですね、この SS2000 は、弊社が開発したハイコンテントイメージング技術がベースとなっておりますので、独自の狭小点顕微鏡技術による高速高精細な 3D 撮像ですとか、インキュベーター環境下での長時間のタイムラプス撮影や、また継ぎ目のない高視野イメージングなど、様々なライブセルイメージング機能を搭載しております。また、それらの得られた画像データから、様々な解析をするハイコンテントアナリシスが可能です。そのため、SS2000 はサンプリング装置という一面にとどまらず、サンプリング機能を兼ね備えた究極のハイコンテントアナリシス装置とも言えます。続いての製品は、自動でナノデリバリー、自動ナノサンプリングを実現する SU10 という製品です。こちら SU10 は先端径が数十ナノメートルという極細のガラスペットを採用することで、細胞へのダメージを最小限に抑えながら、狙った細胞や核内に目的物質を直接デリバリーすることができます。電気化学的なメカニズムを応用し、細胞表面検知や戦死といった Z 方向への動作や注入操作を自動化しておりますので、操作も非常に簡単になっております。これらの技術によりまして、膜透過性の低い試薬でも、一細胞レベルで細胞質や核に直接デリバリーすることが可能です。また、細胞内の微小領域から細胞内成分をサンプリングすることも可能です。こちらは SU10 により、ライブセルの細胞膜を透過しない試薬をデリバリーして、ライブセルイメージングをした一例でございます。弊社の狭小点スキャンユニット CSU-1 と組み合わせることで、細胞質にデリバリーした試薬、蛍光試薬が核内に移行する様子をデリバリー直後から捉えることができました。こちらはゲノム編集への応用例ですが、SU10 により GFP 発現ヒーラー細胞に GFP をノックアウトするゲノム編集ツールをデリバリーしたところ、従来の物理的な導入方法で同様のゲノム編集を行った研究に比べて、格段に高い効率でゲノム編集が遂行できることが示唆されました。こちらは従来の手法では細胞内導入が難しいと言われている初代培養細胞や植物細胞への適用例です。これらの細胞におきましても SU10 によって高効率で細胞内導入することができております。このように横川電機のシングルセルオーム製品がこれまでにない研究の実現に貢献いたします。簡単ではございますが、製品の説明は以上でございます。はい、ありがとうございます。大変お待たせいたしました。それでは早速ご講演進めてまいりたいと思います。最初のプレゼンターは、本ウェビナーの開催のきっかけを作っていただきました、理化学研究所の松崎先生です。どうぞよろしくお願い申し上げます。理化学研究所 BDR の松崎、です。正確にはでしたで、4月1日から京都大学医学研究科のメディカルイノベーションセンターに席を移して、研究室自体はしばらく、後で、引っ越しするんですが、私 の、 研究室では、SS2000 と SU10 を、お借りして、神経幹細胞の、を、管理できないかと。でまずは培養初代培養で、行って、
将来的には組織から、GFP でラベルされたシングルセルを取って、例えばリニエージ解析をするとか、そういうことを目指して、ヨッカーさんに協力をお願いしています。で、これ簡単に手法なんですけど、ご存じない方もおられると思いますので簡単にお話ししますと、マウスの、11.5 っていうのは神経発生が始まったばっかりの時期に、いろんなものを遺伝子導入して、例えば GFP の発現ベクターとかをエレクトポーレーションといって、電気栄動で、この脳室に入れた DNA を一方側の、の組織に、導入します。そうすると幹細胞に入るわけですが、それから24時間後に解剖して、バラバラにして初代培養に移します。で、その時には、最初パラパラなんですけど、培養中に3日経つとですね、この写真のように、かなりはっきりした、区画に区切ったディッシュの中で、こういうふうに見えてきます。で、3日間、これタイムラプスで撮影しながら、培養するんですが、で、3日後に、シングル陽性 GFP を導入された遺伝子細胞クローンをこうやって導入することができ同定することができて、それを、SS2000 で、自動的にピックアップして、そこから、RNA を回収し、で、ある CDNA 合成法によってトランスクリプトム解析を行うというのが基本的なスキームです。で、具体的な例をお話ししますと、まず、3日、初代培養、脳から取ってきた細胞を初代培養するとどうなるかっていうとですね、ここの細胞群なんですけど、これちょっと、もうちょっと、こういうふうにだんだん増えてきます。分裂して増えているのがわかります。わかりですか？で、これを、3日後に、蛍光顕微鏡で見るとですね、その、蛍光を同時に照射してみると、こういうふうに一つのクローンであることがわかります。この01というのはちょっとわからないんですけど、で、タイムラプスで追ってますので、それが、系譜として、記載することができて、こういう系譜を取っていたと。で、この系構造が出た段階で、これそれぞれマークしてあげますと、この SS2000 でマークして、場所をマークしてやってあげますと、あとは自動的にそれらの場所に行って細胞を取ってくれるということになります。で、残念ながらこれは去年の夏 の非常に初期の頃のデータで、1,2,3,4,5,6,7,8、8つのクローンの中、細胞、1つの幹細胞から出発して8つの細胞の中から、2個失って6つしか取れなかったんですね。で、そういう初歩的な段階です。で、一応、例えば1個取れるとどうなるかっていうと、1個取るときには、これがきれいに1個取れると。で、これは自動的に記録されているのでとても便利です。で、吸引前、吸引後っていう具合に、非常にきれいに取れてます。で、これは MT3 といった直径8マイクロメーターのキャピラリを使っております。で、だからただ全部うまくいくわけではなくて、例えば、中途半端な場合もあって、これをご覧になるとわかりますが、なんかいずれも細胞質、これちょっと取りづらいですね。あれ。ちょっと待ってください。ちょっと動画がうまく動かないんですけど、これらは、例えばこれは、核が残っていてうまくいかなかった場合とか、いろいろあります。これ自動なんで、ちょっとどうしようもないんですけど、でもさっきのように、あんまりうまくこういうふうにうまくいかなくても、一定量の RNA が回収されてるっていうことが後でわかります。で、
それぞれから回収した DNA あのサンプルは、マイクロタイタープレート96ケースの決まったマイクロタイタープレートが指定されてまして、そこに移されるわけですけど、そこで、cDNA 合成の、キットを使って、cDNA を合成します。で、我々は、ラムダ法っていうのを使って、オリゴ DT だけではなくって、not so random primer っていう、を使った、二階堂さんの開発した方法で、非常に正確に全長が増幅されるような方法でやっております。でそうするとですね、まあ、大抵はうまく回収シリアができるんですけど、1個だけ、これは RNA が取れてなくて回収ができなかった、シリアができなかったんですが、こんなふうに、RNA が取れてるものはこれぐらい RNA が取れてて、ミトコンドリアが多いと死んでるはずなんですけど、まあ、あんまりミトコンドリア多くないという健康な状態で細胞が取れてると。で、トランスクリプトームを見て、ここからここまでが今さっき の, 細胞系譜の中のトランスクリプトームですが、それ見てやると、脳の仮想上層のマーカーがいくつか発現していて、まあ、それ以外も細胞も遺伝子発現もありますが、幹細胞がなぜかこの場合には見当たらなくて、これしょ、まあ、あんまり健全な系譜じゃなかったと。他の系譜を見ますと、こういう幹細胞もちゃんと、取れてきているっていうのが分かります。これはまあちょっとまた別の実験なんですが、で実際何回か何十、まあ、何回かやってて分かることは、1回の自動ですので1回 の, キャピラリーの交換からですね、先端検出細胞に至って回収をバッハで、一連の実験が5分かかるという、ちょっと、あんまり一度にたくさんの細胞ができないという問題があります。であとはその回収用バッファーっていうのがその6マイクロリットル必要で、つまり吸引したものをこうマージする細胞が溶液が6マイクロリットル必要なので、これはちょっと多いかなと。大抵のシークエンス CNA 合成キットではちょっと多すぎる量ですね。でもこれはまあなんとか工夫すればなんとかなると。あとはメッセンジャー RNAの量が解析には不十分であることがたまにあると。それは、原因は今のところまだそれぞれ分かってないんですけど、全部が全部きれいに取れるわけではないと。で、まあ、その 解決方法として排出の時にピペッティングのような動作があれば本当はいいんですけどというのが実際やってる実験メンバーの意見です。あとは組織からの回収は何度か試みたんですけど、これは難しくって、弾性があるために、そのキャピラリーをこう挿入していくと、当初は位置を設定してあったんですが、細胞の位置が変わって、なかなか目的のものに到達しないと。なので、それはまだ改良の余地があると。で、最近はもう少し我々の技術も回復して、上達してきまして、いろんな条件においてピックアップモードを変えるように、しています。で、例えば最近では、まあ、こういう大きな細胞系譜をやったときに、失敗したのがこの同時に2つ取ってしまったというのがあるぐらいで、非常に使う側が慣れるかどうかも大きなファクターですね。で組織で将来取ることを前提に目標に考えたときに、やっぱり、キャピラリーが分け入る必要があるので、組織の中に分け入る必要があるので、そのためになんかプロテアーゼをあらかじめ、そういうそうセットがあるので、そういうセットというか装置の中にそういうことができる、ものがあるので、そういうものを入れてやって、その周りを崩しながら、目的の細胞に到達するということを、試みたらいいんじゃないかと言って、という
考えるのをもとに、それはアイデアなんですけど、まずはその培養細胞で、ディッシュ状の培養細胞でどうなるかっていうのをちゃ何回かやってみました。で、例えばカルチャーミディアを除いてトリプシン、トリプシナイゼーションをすると、そうすると細胞は丸くなります。で、神経細胞がほとんどなので、離れることはないんですね。細胞はこう丸くなってた。で、こういう丸くなった細胞を、きれいにこうやってパロッと取ることができて、先ほどの非常にベタッと密着したものに比べると、非常に取りやすくなっています。まあ、そういう意味で、神経細胞というのは一番本来難しい細胞なんですけど、これやることによって細胞質のほとんどはきれいに取れるようになります。で、ところがこの方法で2時間ぐらい放っておくと、元に戻って、またネットワークを張り巡らせるので、まあ、一時的な効果が、であって、まあ、それはいいか悪いか分かりませんが、組織はちゃんと元に戻るということですね、多分おそらく。というわけで、この方法は、使えるんではないかというふうに今思ってます。で、これをうまく、もうちょっと練習した後、例えばコラーゲナーゼとか、あとは EGTA とか、他のものも処理、試して、どういうカクテルがいいかっていうのを、あらかじめ加えるカクテルがいいかっていうのを、ベーストコンディションを見つけて、組織に応用していけばいいかなと思っています。で、これが最後のスライドですが、実際にこの実験を行っているのは、技官の末次さん。今は岡山大の講師にいた下向井君。で、トランスクリプトームは、京大の特定講師になった郷君。また、理系に残っている大森さんと、この4人が一緒に行ってくれたことです。どうもありがとうございました。松崎先生、ありがとうございました。はい。じゃあ、共有停止します。はい、ありがとうございます。神経細胞を用いた研究を中心に、弊社一細胞製品の可能性を、非常に引き出していただいております。ありがとうございました。次に、一細胞質量分析法を確立した小増島先生とともに、製品開発で多大なるご助力をいただきました、名城大学、水野先生です。どうぞよろしくお願い申し上げます。よろしくお願いします。それでは、共有させていただきます。はい、聞いております。はい、大丈夫ですか。名城大学の水野と申します。よろしくお願いいたします。今回の講演ではですね、まあ、一細胞質量分析法っていうものを私どもが、増島先生とともに開発してきておりますので、まあ、それに関するものと、あと、SS2000 を使ったサンプリングについての、紹介をさせていただきます。まず、なぜ一細胞質量分析系を、一細胞質量分析法を開発しようと思ったかといいますと、まあ、これまでの一般的なメタボロミクスというものですと、まあ、たくさんの細胞を集めて、かき集めてですね、で、ホモジナイズした抽出液を分析しておりました。まあ、そうするとですね、細胞にもいろんな個性が あるんですけれども、そういうのがすべて平均的な平均値としてしか得ること、結果として得ることができないということと、あと細胞内の極材ですね、それぞれ分子の極材情報というのも消失してしまうという問題がありました。そこで私たちはこの細胞をもう見たい細胞だけをピックアップして、でさらにその細胞の中の、オルガネラに極材する分子なども、見ることができればより、詳細なですね、生命細胞現象と、密接に関わる分子を検出することができるのではないかということで、一細胞にフォーカスした、分析方法の開発を進めてきました。で実際、まあ、どういう方法かといいますと、まず顕微鏡で、まあ、分析したい細胞を選択します。でその後、細胞内成分を吸い取るんですけれども、吸い取るのに使用するのがこういうガラスのキャピラリーで、吸い込みたいオルガネラやその細胞のサイズによって先端口径をいくつか
1マイクロメートルから、まあ、10マイクロメートルぐらいまでの、線対口径の違うスプレー、キャピラリーですね、を、使い分けてサンプリングをいたします。で、その後、このキャピラリーの後ろから有機溶媒を加えて、サンプリングした細胞内成分を溶媒抽出し、そのまま質量分析を行うというような流れになります。まあ、これによって、見たい細胞をリアルタイムで観察しながら、ある瞬間の細胞内に発現している分子を、すぐ検出することができるというような、方法になります。で、まあ、実際、言うのは簡単なんですけれども、実際本当に分析できるかどうかということで、こちらに一般的な細胞内の代謝物などの濃度を示したスライドをご覧いただければと思います。でこちら、人の細胞ですけれども、大体、まあ、体積としては数ピコリットルぐらい。で代謝物の濃度としましては、大体、マイクロモール以上ですね。なので、結構高濃度で存在しているということが、分かるかと思います。まあ、これぐらいの高濃度ですと、質量分析するには十分可能な濃度があるということで、まあ、1細胞レベルでのそのまま検出できるのではないかということで、開発を進めてきました。で、今回ご紹介しますのは、このキャピラリーを使ってですね、細胞のいろんなオルガネラをサンプリングすることで、このオルガネラごとのこういう代謝マップを作ることができるのではないかというようなことで、研究を進めてきました。で、実際の、これはマニュアルでサンプリングする際のビデオをご覧いただければと思います。で、マニュアルの、マイクロマニピュレーターを使いまして、この先に先ほどのキャピラリーを取り付けております。で、この細胞は、アルベルス H3 といってマスト細胞モデルになりまして、この白く光っているところが、アレルギーの元となるヒスタミンなどを極材している分泌下流になります。で今回はその下流だけを選択的にサンプリングするというようなムービーになります。でこれを、後ろから有機溶媒を加えまして、で、その後に質量分析系のナノ ESI というイオン源に取り付けます。で、そうしましては、これがキャピラリーの先端で、こちら質量分析系の入り口になります。で、電圧をかけますと、このような形でピークが検出されまして、で、ここで検出されたピークっていうのが、このヒスタミンっていう下流の中に存在している分子が検出されましたというようなことになります。で、実際アルベルツ H3 細胞の下流の部分と下流を含まない細胞質の部分をそれぞれ取り分けまして、質量分析を行いました。で、また下流だけ取れているかということを確認するために、下流選択的に染色できるキナクリンという蛍光物質を投与してですね、この光っている部分をサンプリングして、このキナクリンのピークが検出されているかされていないかということで、下流細胞質それぞれのサンプリングの検証を行っております。で、下流の、こちらが下流細胞質特徴的に検出されたピークのリストになります。で、下流に関しましては、先ほど示したヒスタミンっていうのが特異的に存在しておりまして、さらにその前駆体であるヒスジンについても、この下流に特徴的に存在しているということが分かります。で、このことから、もしかすると、この下流の中にヒスチジンからヒスタミンへの代謝が行われているのではないかということが考えられまして、続いて、本当にその下流の中に代謝経路があるかどうかということを調べるために、このヒスチジンの安定同位体、というものを細胞に投与しまして、それが、細胞内の下流細胞質でどのように変化していくのかということをトレースしました。で、この安定同位体では、ヒスジンの中の窒素の、元素が、15N になっておりますので、もともとあるヒスジンから3つですね、
増えたところにピークを検出することができます。でこれによりまして、後から細胞に投与した、ラベル化体の皮質ジーンが、どのように代謝されていくのかということを、追跡することが可能となります。でこちらが、その結果になりますけれども、まず下流側ですが、皮質ジーンは、投与6時間後ほどでこの、安定同位体に置き換わっております。でヒスタミンにつきましても、その皮質ジーンの後を追うようにだんだん変換されているということが分かりました。で一方で、その先のイミダゾール4酢酸については、全く検出されていないということが分かりました。で一方、細胞質側につきましては、投与後すぐにですね、安定同位体に皮質ジーンが置き換わっております。続いてヒスタミンは全く検出されておりませんが、その先のイミダゾール4酢酸というものは、投与1時間後にはほぼ8割型、変換されているというようなことが分かりました。でこの結果によって、細胞内のこの下流と細胞質側では皮質ジーンの代謝が、異なるのではないかということが考えられます。でこの結果をまとめてみますと、皮質ジーンが細胞質に入りまして、その後、下流の方に移行したものについてはヒスタミンに合成され、そのヒスタミンがヘパリンと、インタラクションすることによって、この下流の中に、貯蔵されるんです、で、それ以降の代謝は行われないということが考えられます。一方で細胞質側は、皮質ジーンからヒスタミンを通るかも、または通らないルートで、イミダゾール4酢酸で、さらにその先の代謝物で合成されるというようなことが考えられる結果となりました。で、この方法によりまして、この内因性の代謝物の細胞内の、緑剤、ということが分かるというようなことになりました。また、外因性の、物質の細胞内極剤ということで、こちらは肝臓の HEPG2 細胞に対して、薬を投与した時のその薬の極剤というものも調べてみました。で用いた薬剤はアミオダロンといいまして、抗不整脈薬で、ありまして、これも高濃度で、投与 しますと、このフォッソリピドーシスを誘導して脂肪滴が、の凝集が生じるということが知られております。で実際、細胞に投与して、ナイルレッドという蛍光試薬で脂肪滴を染色した画像がこちらになります。でアミオダロン投与細胞には赤く、光っておりますので、脂肪滴がたくさん生成されているのが確認されました。でこの細胞を使いまして、この脂肪滴や液胞細胞質をそれぞれサンプリングして、アミオダロンやその代謝物の極剤というものを、解析してみました。でこちらがそのサンプリングの画像になり、蛍光とメッシアの顕微鏡画像になります。脂肪滴の方はこの赤く光っている部分をサンプリングします。で一方で、この光らない液胞というものもありまして、こちらも同時に、サンプリングして、あとはそれ以外の場所、細胞質を、サンプリングいたしました。で実際の動画がこちらになります。これもマニュアルで、サンプリングしております。まず、このキャピラリーを脂肪滴の上までセッティングしまして、その後、蛍光顕微鏡に切り替えます。でそうすると、もちろんですけれども、キャピラリーの方は真っ暗で何も見えないんですけれども、ここをですね、ちょっと心の目で、探しながら、サンプリングをすると、今触って、脂肪滴が吸引されているのがご覧いただけたかと思います。で、このような、サンプリングを行いまして、質量分析した結果がこちらになります。で左側がアミオダロンの未変化体、右側がアミオダロン代謝物の、ピーク強度を示しているグラフになります。で灰色の、棒グラフが、脂肪滴のピーク強度になりまして、未変化体と代謝物どちらも脂肪滴に特徴的に存在しているということがわかります。一方で、ナイルレッド染色されなかった液胞の方にも、少なからずですね、薬物が、存在しているというようなことがわかりました。
まあ、この方法を使うことによって、こういう外生薬物に対する、細胞内の、極材と、また、代謝物に対しても、極材情報を得るということができるようになりました。で、この時、まあ、マニュアルで行っていたんですけれども、やはり問題がありまして、その蛍光しながらサンプリングするのは非常に難しいというのと、結構時間がかかるということと、まあ、一番の問題はこの実験する人によってですね、結構ばらつきが出てしまうというようなことが、あります。まあ、そこで、私の当時のボスの増島先生が横川電機さんに、まあ、お願いして、まあ、そういう、自動でサンプリングできる装置がないかということでお話をしたのが、まあ、10年ぐらい前になるかなと思いますけれども、まあ、それで、横川電機さんの方が結構簡単に作ってしまわれてですね。で、まあ、それを使って、ちょっと、また、先ほどのアミオダロンの、サンプリングを行ってみた、結果をこれからお示ししようと思います。で、こちら、今度は、リピダイといって、脂肪滴を緑色に染める試薬を使って検討を行いました。で、これが、1個の細胞はここら辺ですか。の中の、脂肪滴を、吸い込んでいるのがご覧いただけるかなと、こんな感じで、吸い込んでおります。で、そちらを先ほどと同様に質量分析をした結果がこちらになりまして、アミオダロン投与細胞の脂肪滴からはアミオダロンのピークが、きちっと、ちゃんと検出されるということが確認できました。一方で、今度はもうちょっと口径の大きい、ヤピラリを使いまして、このアミオダロン投与した細胞を1細胞丸ごとサンプリングして、その膜成分ですね、臨脂質の分析を行ってみました。こちらが質量スペクトルになりますけれども、の MSMS スペクトルといって、フラグメントイオンを検出しているスペクトルになります。かなりシングルセル由来のピークなので、ピーク強度も、低いんですけれども、このフラグメント化することによって、ホスファチジルコリンの場合ですと、そのペットの極性グル、極性部位のフラグメントイオン、特徴的なフラグメントイオンが検出されております。まあ、これを使うことによって、どの臨脂質の、種類かっていうのを、見分けながら、解析するということが可能となります。でこちらがその結果になります。で、ちゃんと同定できているピーク数というのはまだまだ少ないんですけれども、これらの少ないピークすべてにおきまして、アミオダロン添加の方がですね、優位に、ピーク強度が高くなっているということが確認できました。まあ、この理由としましては、アミオダロン添加によって、このホスフォリパーゼ2が活性阻害されるために、この臨脂質、代謝されなくなってしまった臨脂質がたくさん、蓄積されてしまうということが、を示すデータかなと考えております。まあ、以上、駆け足でご紹介させていただきましたけれども、まあ、この SS2000 を使うことによってですね、細胞のオルガネラを、まあ、染色したところを選択的にサンプリングすると。いうことができますので、シングルセルレベル、オルガネラレベルでの高精度のメタボロミクスが実現できるのではということで、現在、研究を進めております。で、こちら、現在進めているプロジェクトですけれども、まあ、今、ミトコンドリアにチャレンジをしておりまして、ミトコンドリアをサンプリングして、そこに、多く存在します TCA 上の代謝物ですね、酸性代謝物を誘導体化をすることによって、高感度化して、いろんな状態の細胞内で、どのようにこれらの代謝物が変動しているのかっていうのを、調べていこうと思って、今進めております。で、この研究に関しましては、当時から、最初の頃からお指導いただいてます、増島先生をはじめ、横浜電機の、多くの方々、そして現在は、名城大学の研究室の、こちらが今、5年生の学生さんに今、この装置を使って、多分僕より使えるようになっていると思いますけれども、サンプリングをしてもらっております。で、また、
静岡県立大学のノンフルショー先生のグループにおいては、誘導対価の、検討なども行っております。それでは以上になります。ご清聴ありがとうございました。水野先生、ありがとうございます。1細胞レベル、さらに分解度を上げたオルガネラレベルの分析技術と、弊社製品とのコラボレーションは、アカデミア様だけではなく、企業の皆様にもご注目いただいております。次は弊社 SS2000 の特徴を前面に引き出していただき、新たなメソッドを構築いただいた東京大学の岡田博之先生です。どうぞよろしくお願い申し上げます。東京大学臨床医工学部門の岡田博之と申します。本日は私が横川電機様と開発した生細胞サブセルナーシーケンスについてご説明します。本日のテーマである ISCSEC につながる要素技術、シングルセル解析について簡単に説明します。遺伝子発現を細胞ごとに違いを検出するシングルセル解析は近年注目される技術です。最も流通しているクロミウムはマイクロ流路を通して細胞を1細胞ごとに分離しながらハイスループットにライブラリーを作成します。結果、中央のような遺伝子発現マップができます。マイクロ流路を駆使した工学技術により、バイオロジーが内包するヘテロさを解明した素晴らしいプラットフォームです。しかし、オイルにまみれて流路を取った細胞は生理的なのでしょうか。また、たかだか1万細胞を読んだところで選択バイアスは必ず残ります。こちらは私が作成した1細胞アトラスの例です。活用事例はたくさんあるかと思います。しかし、これだけの解像度を出すにはそれなりのコストがかかります。そこで私たちは、せっかくお金がかかるのでしたら、生理的な細胞を取りたい。かつ、選択バイアスを超える特徴量の取得を目指したいと考えるようになりました。そこで開発しましたのが、イントラシングルリビングセルシーケンシング、略して ISCSEC になります。培養細胞から細胞成分をファインなプローブで抜き出し、次世代シーケンサーライブラリーを構築します。生きた細胞成分を繰り返し引き出して解読することに成功しました。横川電機さんの SS2000 は、これまで培われてきたイメージング技術をベースにサンプリング機能を搭載したものです。プローベ先端の位置制御技術は洗練されており、任意の細胞成分を抜き出すことができます。私が研究対象とした細胞は、多角挙細胞である骨を壊す破骨細胞になります。多いときは100核を超えるような非常に巨大な細胞です。当然マイクロ流路には乗りません。この巨大な細胞の核の間には遺伝子発現の制御メカニズムがあるのか、これらを知るために SS2000 をフル活用することにしました。こちらが核を細胞から取り出しているところです。左側は極細胞辺縁の核、中央は4核が凝集したエリアから1核のみを引き剥がしているところになります。Z ポジションと陰圧を的確に制御することで核を細胞から引き抜くことに成功しました。私たちは引き抜いた核ないし細胞成分から RNA シーケンス、また挑戦的な課題としてエピゲノムの一つとしてDNA メチル化の検出を試みました。こちらが ISCSEC によるトランスクリプトームの結果です。多角挙細胞の中には少なくとも2種類の遺伝子発現パターンが混在することが明らかになりました。発現変動した遺伝子にはあまり知られていない遺伝子が数多く含まれていました。ISCSEC により未知の細胞内遺伝子制御メカニズムが捉えられる可能性を強く示唆する所見と考えています。
RNA を対象とした解析は分解が命取りになります。そこで分子した細胞成分はそのままダイレクトに溶解します。ライブラリ構築には反応液量を絞ることが必須です。SS2000 は少ない反応溶液への突出の正確さも優れており、ライブラリ構築もかなり安定して成功することができました。遺伝子発現を単に読んだだけでは、目が肥えたレビューアーは納得しません。そこで私たちは先んじて、エピゲノムの解読にも挑戦しております。こちらは、1核バイサルファイトシーケンスによる DNA メチル化解析になります。異なる遺伝子発現パターンに属する核に近接した核を引き出し、DNA メチル化を検出しました。感度はとても低いのですが、ホルモンや脂質代謝に重要な遺伝子が DNA メチル化により精細にコントロールされている所見を得ることができました。マグネットビーズを用いたライブラリ生成がこの過程には必要なのですが、サイズセレクションをどこまで攻めるのか、さじ加減が非常に重要でした。ISCSEC4 単独では粒の数に限りがあります。そこで従来のハイスループットなシングルセル解析と統合解析を行いました。結果、遺伝子発現マップ上に ISCSEC で採取したスポットが散在していました。多核細胞には異なる分化段階の核が内包されていることが初めて明らかになりました。また逆に従来のシングルセル解析に対しても新たな解釈を付け加えることができました。現在粒の数を10倍以上にした次のバージョンにおいてはより詳細に分化経路に分けて捉えることに成功しております。従来の生物学は遺伝子発現は細胞ごとに一定であると考えられてきました。また分化は一方向に進むものという前提で進んできたかと思います。ISCSEC により細胞内には複数の分化段階を内包できることが明らかになりました。細胞生物学の新たな知見につながると期待しております。ISCSEC 法はスループット性は劣るものの、スループット性には変えがたい細胞の形態や生理機能と直結した情報をシーケンスに付与することができます。また、匿名性の高い従来法と組み合わせることで、従来法の欠点を補うことすらできます。私たちの ISCSEC により、多核細胞の中で複数の遺伝子制御が内包されることが明らかになりました。硬い骨を壊す細胞の新たな治療ターゲット発見につながっております。最後に、現在取り組んでいる ISCSEC の拡張について簡単に説明します。従来のドロップレットベーストセックと異なり、プレートベーストセックはどうしてもスポット数に限りがあります。しかし、スループット性には変えられない価値があると私たちは考えています。多核巨細胞から核を分子する際は10マイクロメーターのプローベを使っていました。通常の小径の細胞に対しても適用できるように、3マイクロメーター径のプローベを用いた検証も始めております。右のように小さな細胞のミトコンドリアリッチな分核を採取することに成功しました。採取される RNA 量が少ないため、ライブラリーの構築は困難が予想されましたが、十分に可能でした。こちらはプレリミナリーな検出する遺伝子数のデータになります。青色が従来のフルイドベーストセックになりますが、10マイクロメータープローブで引き抜いた緑のグラフは、フルイドベースに比べて優位に検出できる遺伝子数が多かったです。また3マイクロメータープローベを用いた検討でもフルイドベーストとほぼ同等といった結果を得ることができました。本講演をまとめます。SS2000 を用いた ISCSEC により細胞内成分の遺伝子発現情報が取得可能になりました。
SS2000 は今後、新たな細胞生物学の発見につながる知見を量産するものと期待しております。私たちが挑戦した精細な画像情報と次世代シーケンスの融合を今後も推進していきたいと思っております。ご清聴ありがとうございました。東京大学の臨床医工学部門の岡田博之でした。次はイメージングを駆使し、ミトコンドリアにフォーカスしております、京都産業大学の篠田沙織先生です。どうぞよろしくお願い申し上げます。はい、スライドを見ております。ありがとうございます。それでは発表を始めさせていただきます。京産業大学生命科学部篠田沙織と申します。本日は横川電機株式会社の自動ナノデリバリー装置 FU10 を実機デモを通して得られた所感をお話しさせていただく機会を頂戴いたしましたので発表させていただきたいと思います。ミトコンドリアは細胞の、オルガネラの一つであり、主にエネルギー活用になるオルガネラです。ミトコンドリアは独自の DNA、ミトコンドリア DNA を持ち、さらに遺伝子発現系を持つという点で、他のオルガネラと異なる非常にユニークなオルガネラとして知られています。また、細胞分裂とは独立して、ミトコンドリア自身が分裂融合を繰り返し、細胞内での機能もここに示したようにエネルギー産生以外にも非常に多岐にわたることが知られています。したがってその機能破綻はミトコンドリア病やアルツハイマー病などの疾患を引き起こす、さらには細胞死を引き起こすというような非常に重要なオルガネラであるということが知られています。ミトコンドリアは先に示したように自身の DNA を使って翻訳系を用いてミトコンドリアのタンパク質を合成しますが、実際にこのミトコンドリア DNA にコードされた遺伝子にはたった 1% のタンパク質しかコードされていないことが知られています。したがって約 99% のミトコンドリアを構成する上で必要なタンパク質というものは核ゲノム上にコードされ、細胞質のリボソームで翻訳された後にコートランスレーショナルや翻訳された後にミトコンドリアの外膜から内膜へ入り、メトリックスへと通過することが知られています。実際にこれまでに多くの研究からこのように外膜ではトム複合体というタンパク質を通す穴、内膜ではティムと呼ばれる複合体による内膜を通す穴というものが分子生物学的に同定されており、非常に詳細な分子機構が明らかになりました。またミトコンドリアへ輸送されてくるタンパク質に関しても研究が進み、基本的にはミトコンドリアのミトコンドリアイコシグナルとして N 末端側に生前から飛んだアリノ酸配列が必要であるということなどが知られています。また翻訳と強調してミトコンドリア予想されるポトランスレーショナル型であったり、翻訳後に予想されるポストトランスレーショナル型など輸送機構が多岐にわたるということが知られています。これまでにこのような分子機構が明らかになるために用いられてきた手法として、こちらに示します。インビトロ再構成実験系というものが存在します。インビトロ実験系ですは、主に素芽酵母を用いた分離したミトコンドリアを用いて研究が行われてきました。インビトロ再構成系は単離したミトコンドリアと RI ラベル、こちらですと大体 35S ラベルされることが多いんですけれども、 35S ラベルしたプレカーサータンパク質を、それぞれ合成し、ミトコンドリアと混ぜることによってミトコンドリアの中に合成したタンパク質が取り込まれます。その後外側に残ったタンパク質をプロテイナス系で処理することによって分解し、最後は SDS フェーズで RI 検出をすることでミトコンドリアの膜中へ輸送されるということを評価することができます。実際に当研究室の遠藤俊也教授の論文でも、このように非常に多くの論文がインビトロ再構成系によりトムやティムの複合体の分子機構について明らかにしてきました。インビトロ実験の利点としては短時間での解析が可能なこと、インビトロですので必要十分条件の検討であったり、細胞プロセスを除外したタンパク質輸送をモニターすることができます。
一方でデメリットも複数ありまして、まず一番問題になるのが RI を用いる必要があるため、特定の実験場所でないと実験ができないこと、また人体に少なからず影響を与える可能性があるなど、現在安全性の面でなるべく RI を使わない手法を構築する必要があるというふうに考えられています。また実験サンプルの安定性に関しては、公募では比較的安定した実験結果が得られますが、我々のような哺乳類細胞を使いますと、ミトコンドリアを管理してきた上で、ミトコンドリアが、インタクトである実験というのが後部に比べて非常にシビアでありますので、安定性だったり主義が安定しないということが、問題として挙げられています。またインビトロでミトコンドリアを管理してしまいますので、細胞内でのミトコンドリアの動態であったり、近年話題になっている ER やミトコンドリア、またそれ以外のオルガネラとのコンタクトサイトなどの寄与というのは検討することが非常に困難です。したがってインビトロで合成、再構成された実験系以外にも、低細胞を用いて時空間的にミトコンドリアへ輸送されるという現象を可視化する必要があるというふうに考えられます。そこで我々が注目したのがタンパク質の一細胞導入技術です。ここに示しますように、タンパク質の一細胞導入技術というのは1980年代頃から用いられている比較的古い手法ではあります。しかし、こちらのマイクロインジェクションに関しては、関野先生方にもありましたが、非常に実験していることで、実験者によって結果が安定しないと考えられます。あ、すみません、今ちょっと聞こえてますでしょうか。聞こえております。あ、失礼しました。実験者によって結果が安定しないなど、非常に、技術の習得に問題があるというところから、あまり普及されてきた技術ではないんですけれども、今回横川さんが発表された SU10 というシステムは、先の製品紹介にもありましたが、半自動的に細胞デリバリーをすることが可能となりましたので、我々も挑戦できるんではないかということで、今回デモをさせていただきました。ここからは実際にデモした結果をお示ししたいと思います。まずはじめに、目的の細胞を狙って物質を導入することができるかどうかということを FIPC デキストランという蛍光色素を用いて行いました。基本的な操作はほとんどがモニターを見ながらジョイスティックを用いてコントロールするため、わずか1日足らずでこの打ち込みの成功というのはできるようになりました。こちらは横川さんのホームページからお借りしてきたものですが、実験の主義自体は比較的早く習得できたんですけれども、唯一問題になる可能性があるという点では、このようにナノピペットと細胞とそれぞれフォーカスを合わせる必要がありまして、ある程度ナノピペットが細胞のどれぐらい離れた距離にいるのかというのを感覚的につかむ必要がありますので、顕微鏡に扱い慣れている方でしたらすぐに技術の習得が可能だと思いますが、初めての方だとこのフォーカスの合わせ方というのに少しコツがいるかもしれないというふうにデモしていて感じました。でこちらがリコンビナントを打ち込んだ結果になります。このように先ほどの FI デキストランで示しましたように、打ち込んだ後は真ん中の細胞のみ緑色の488シグナルの増加が見られております。したがってこの今回策定したミトコンドリア輸送シグナルを持ったハロタグで緑色に色を結合したタンパク質というのが無事に細胞に導入できたということが分かります。ここでこの導入した細胞がミトコンドリアへ輸送されるかどうかというのをタイムラプス解析を行いました。でこれが少しちょっと残念なんですけれども、ちょっとデモをした時にですね、の時研究室は主に酵母細胞を使って研究を行っておりますので、顕微鏡に CO2 インキュベーターというのをまだ搭載する前でした。なので CO2 インキュベーターがない状態で、細胞を観察していたところ、やはりどうしても打ち込んだ後というのもあって、細胞の生存率が非常に悪くなってしまって、このように1時間後にほとんど死んでしまうというような結果が得られました。なので現時点では打ち込みには成功したが、ミトコンドリアにタンパク質が輸送されるというところまでは明らかにできていないんですけれども、この度インキュベーターもきちんと導入されましたので、今後これ解析を続けていきたいと考えています。また実際に我々はこのように
少し動画をお見せしますが、ミトコンドリアの外膜とマトリックスの染め分けで長時間でタイムラプスを高解像度に撮るという技術をすでに確立しております。このように、かなりきれいにクリステ構造というのマトリックスのクリステ構造というのが見えているというところが良い点ですので、今後このように超解像顕微鏡を用いてタイムラプスを撮りながら自分の、皮質が、ミトコンドリアの中に取り込まれるかどうかというのを評価していきたいと考えています。以上本研究のまとめです。哺乳類細胞を用いて胃細胞に色素やリコミナントタンパク質を導入することに1週間程度のデモ期間でありましたが、成功いたしました。本実験を通して物質を導入する物質の濃度の調整というのが非常に重要であることが分かりまして、かなり我々が想像している以上に、高濃度の物質を細胞に打ち込まないと、少なくとも私たちが見たいタンパク質っていうのは顕微鏡で、検出するに耐えるシグナルが稼げないということが分かったので、今後濃度の検討やより高濃度で、タンパク質を調整する方法などを検討していきたいと考えています。またインキュベーター導入によって今後長時間の再細胞観察っていうのも可能になるのではないかというふうに考えています。この青色で示しましたのは私がデモをしてみた感想なんですけれども、問題とこれからの課題という点ではですね、先ほどもお話ししましたが、タンパク質の量や質、大量に培養して量が稼げたとしてもアグリゲーションを起こしてしまっては細胞内毒性発生する可能性がありますので、そういったところの評価検討であったり、デリバリーしたタンパク質に、細胞のストレスを引き起こす可能性がございますので、そういったところもかなり注意して検討していかなければいけないなというふうに感じております。デリバリーする細胞というのはそれぞれ研究し対象によって打ち込みたいものが変わってくると思いますが、かなり個別な、アプローチで、電圧だったり距離だったりっていうのを細かく徹底していく必要があるので、まずはこちらをきちんと評価する必要があるというのを今回感じました。あとは今回ハロタグリガンドを使いましたが、このリガンド主役がかなり高額でして、我々の実験ですと1回の今サンプルを打つために準備するタンパク質で、スモプロテアーゼだったりリガンドを買いますと、だいたい1日分の実験で数万円飛んでしまうというようなかなりコスパが悪い状態になってしまっておりますので、今後経が安定してきた場合はリガンドなどは個別に大量に合成するなどいろいろな検討が必要かなというふうに考えております。最後に今後の展望としましては、今までプラスビドベースで細胞内にタンパク質を発現し GFP などで極材を可視化するというような研究が主に行われてきましたが、今後この SU10 を使うことによってタイムラグなく直接光るタンパク質を打ち込み、すぐに顕微鏡で性細胞観察を始めることができるという非常に時間の節約ができるような実験研が開発されたと思っておりますので、ここに示しましたような多量極材型タンパク質の運命決定だったり、不良タンパク質の電波機構や RNA などの、今は固定細胞でしか基本的に見ることができなかったり、かなりアーティファクトの機を使ったりしておりますので、そういったところについて、この SU10 の細胞内デリバリーが大きな技術革新になるのではないかと期待しております。今回はデモ機を用いた検討だったので、限りある時間の中での評価だったんでした。評価になってしまったんですけれども、横川電機の皆様が非常にたくさんのアドバイスをいただけたおかげで、本当に1週間というところでかなりいいところまでデモで進むことができましたので、今後これの結果を発展させていきたいというふうに考えております。またSU10 の活用法についてはまだあまり実績がないとのことでしたので、今後導入される先生方がいらっしゃいましたら、いろんなディスカッションというのもぜひ参加させていただきたいと考えております。以上で発表を終わります。ありがとうございました。篠田先生ありがとうございました。超解像 SU10 を用いることでライブセルイメージング、ミトコンドリアの物質輸送のトレースや分析、さらにはミトコンドリアだけでなく細胞内タンパクの分析の可能性を広げていただいております。ありがとうございました。